こんにちは、くじです、雲一つない青空になっています。今朝はずいぶん冷え込んだんですが、だんだん暖かくなってきました。今朝はちょっと霜も降りたみたいですね。花には全く影響ありません。モダンアート、それから紫陽花の葉っぱずいぶん大きくなっていますね。キズイセン、ブドウムスカリも見えます。ピピットスイセンもありますね。この椿、藤娘というんですが、ちょっと和菓子みたいで可愛いですね。葉っぱが今一つ綺麗じゃなくて残念です。口紅スイセン、アクテアです。おちょぼ口につけた口紅のように見えますね。毎日見ていただいているシャクナゲです。まだ花は傷んでないみたいですね。ほぼ全部咲きました。カライトソウは葉っぱがぐんぐん育っています。綺麗な緑です。カップ咲きの水仙からの黒船ツツジ、羽衣です。このツツジも長いこと咲いていますが、まだつぼみも残っていますね。チューリップはまだ半開きの状態です。これは房咲きのゼラニウムという水仙ですね。小さくて可愛らしいです。ゲウム、マイタイ咲き始めました。ちょっとタンポポなどが咲いていましたね。ヒマラヤ雪の下、ウィンターグロウと言います。これはピンクが濃くてとても可愛らしいんですけども、ちょっとしか咲いていません。何年ぶりかに咲いた赤いチューリップです。まだ一つしか咲いていませんね。巨大ホスタ、エンプレスウーの芽です。もう今から大きいんですけども、かなり大きくなります。エゴノキ、毎日緑の色が変わっているように見えます。水やりをしたところの水をヤマトシジミが飲んでいるようですね。小さな小さな蝶々です。もこもことしたムスカリ、真ん中に黄色いのが見えますが、どうやらペチコート水仙のようです。どんどん気温が上がってきて、また土が乾燥していますね。乾燥注意報も出ています。なんか場所によっては雪が降るような、そんな天気予報が出ていましたね。この辺はさすがに雪は降らないと思います。斑入り山吹、こんな感じですね。黄色と白が混じって咲きます。葉っぱがとても綺麗ですね。お昼になりました。今日はガーデニング日和です。レモンビューティーという水仙の花に何か止まっていました。これは蜂でしょうか、アリでしょうか。ナイトキャップという水仙、一つだけ咲きました。もっと咲くでしょうかね。可愛らしい水仙です。原種系のチューリップ、お昼になると全開状態ですね。こぼれ種で生えてきた忘れな草、まだ小さいんですけども花が咲きました。ピンクも咲きましたが、これはちょっとピントが甘いみたいですね。アネモネ、シルベストリス咲き始めました。とても丈夫なアネモネです。先ほどの藤娘、ちょっと開いてきてますます和菓子っぽくなりました。これはツワブキの芽です。ホタルっていうんでしょうかね。丸い斑点が出ます。トライアンフェータはぐんぐんと育っています。隣に出てきたのはコンカドール、イエローカサブランカの芽ですね。これも相当大きくなると思います。黄色の花が咲きます。丸尾です。寝てますね。ベビーダヤンのポシェットの隣で寝ています。丸尾もこんな時がありました。今日もお昼寝日和です。おやすみにゃー。